私の一番好きなのはこのジュークボックス、ジュークボックス、かっこいいですね、これおしゃれな、これ全部で10台ありますね、自宅に7台、はい、ジュークボックスだけに 10、うん、10、ああだからジュークボックスだけに10あるんですよね、そういうことで、それ気づかない、狭い言わしといて無視した、さすがやな、さすがでしょ、ね、ね、うん、最近気に入ってるんですよ、抜かりない、抜かりないですね、なすなかにしのバズった。今回の舞台は懐かしのレトロな品々が展示されている氷見昭和館、ここ見よう、ここもう行こう、何これ、ほらもう昭和の座敷、うわめっちゃいいね、懐かしくない、うん、いやいいな、いい座敷やね、田舎のばあちゃんちこんなんやったな、あ寝屋川の、うん、昔おじいちゃんおばあちゃんの家に行った時の思い出をこの座敷で再現してみてはある、うん、ああるな、やっぱりもういろんな思い出があるからな、うん、おばあちゃん子やったもんね、俺おばあちゃん子やったから、うん、ちょっとギターあるな、これまあクラシックギターで、あめっちゃ弾けるわ、合ってるよね、まあまあチューニングほぼほぼ合ってる、じゃあ俺があの田舎のばあちゃんの話をちょっと歌にしてやろうかな、やってくれるの、うん、マジで、うん、まあ、チューニングもねあれ、俺の田舎のばあちゃんは上半身裸で歩いてたんだ、けどスーパーに行くときは恥ずかしいからといってこのまま外に行くのは嫌だからと言って、頭に手ぬぐいだけ巻いて出て行ったんだ。むちゃくちゃ寄せの匂いする。いそうやもん。うちの場所は。全然人気ないやつ。全然人気ない。他ないの。うん、他の誰かの、ああいいよ。うちの親戚のおばちゃんは家にムカデが出た時あまりにびっくりして ドライヤーの熱風でムカデを攻撃してた。こいつ仕事ないやろな。こいつリクエストやったら何でもできる。うん、じゃあ、うん、お母さん、あうちのお母さん、お母さん、うん、うちのお母さんね、うちのお母さんのために先日長財布を買ってあげたんだ。持ち時間何分？でも渡して2時間でお父さんに取られた。まあほんまに受けてないよ。ほんまに受けてないよ。寄せて出ても滑ってんのやろうな。滑ってるでこいつ。こいつなんかありそうと思ったらそこで終わりよ。終わりよ。続きありそう思ったら終わんねん。ないねんな。ないねんけど。そうや。でも芸人からは好かれてる。芸人から好かれてる人。今の人の芸名決めとこう。な？今の人の芸名。そんなギターのとこで出てくる。そんなん決めたらまた出てくるで。芸名決めとこ、ああええよ、あれやな、うん、富山亭エピソードっていうやつ。富山亭エピソード師匠。
エピソードが名前ね。名前です。富山亭エピソード師匠です。名前まで滑っとく。